こんにちは速化塾ののでごござざいいまますすメッセージの方ありがとうございます、えー、今回のこの動画はですね、ある方からいただいたメッセージに対して返信をさせていただいておりますけども、多分他の方にも思い当たるところがあると思いますので、公開で送らさせていただきます。えー、プライバシーに配慮して、えー、匿名の返信になります、えー。それでですね、今回のテーマなんですけども、さんの 謝罪そしてその謝罪を撤回してさらに謝罪というところで、まあ、今回ねメッセージくださった方は「あ,あここまで謝罪してるんだったらもう責め立てることはないな」という形で、まあ、彼の気持ちを受け止めてくださったということでね、えー、まあ一見落着というところはあるんですけどもただね大悟さんが気持ちを改めたからといってああいう気持ちの人がいなくなったわけじゃなくってむしろね無言でああいうことを考えてる人は山のようにいるんですよ。 その人たちに対して私たちはね、これからね、何をしていくべきなのかってことを考えなければなりません。先日も私お話し,しましたけども、生活保護の支給額はあまりにも低い。うん。だからもっともっとね、みんなでね、本当に生活保護の人にも人権があると言うなら、ね。大 a さんがああいう発言をして、皆さんね、怒りに震えたところがあったと思うんですよ。それは生活保護受けてる方の人権を大切にしてる気持ちだと思うんですよ。でも実際に、毎月5万とか10万で、 生活保護の人がね、切り詰めながらやってるところが、これ人権のどこが守られてるんだと思うんですよ。私は重ねて言いますけども、じ生活保護がね、37万円ぐらいが適当だと思いますよ。高いですかね、これ。最低限健康で文化的な暮らしを送らしてあげたいでしょ。37万って高くないです、決して。個人的には自分の手取りが15万、20万の人いると思いますけども、そういう方でももっとあればなと思ってるはずなんですよ。生活保護の人が37万を受け取ったらどういうことになるか。 かける12してください平均年収ね変な数字じゃないと思いますよ平均年収もらってる方は贅沢ですかねどうなんでしょうかねそんなことないと思いますようんで年収1,000万2,000万の人もいるそういう方が高額の納税をしてくださってる部分もあるでもどちらにしても今の生活保護の時給水準ではとてもじゃないけども塾に通ったりはできない 大学に進学もできないアルバイトもなかなかやらしてもらえない自分の車を所有したりとかね将来の夢に向かって教育投資を自分に施すこともできないこれどうなんですかねまた中にはね生活保護の支給額の中でパチンコをやったり競馬をやったりする人を責める人もいますよねまるで毎日そうやって遊び放うけ出るかのようにいや毎日できたらそれはそれでねすごい人ですよ 支給額5万10万の中でどれぐらい競馬できると思いますどれぐらいパチンコできると思いますどれぐらいお酒飲めると思います多分毎日はとても無理ですよ仮にやってる人がいてもそれは全体のほんの数パーセントで全体を貶めることにはならないと思うんですよねそして私が最も思うのは生活保護受給者の方々がねもっともっと支給額が大きければ そのお金でいろんな商品やサービスを利用するから社会の消費は活性化されると思うんですよどうですかねその消費の中で助かる会社もあると思いますし売上業績伸ばす営業マンもいるでしょうプラス生活保護の方に向けた商品やサービスが新しいマーケットとして開かれるんじゃないかなと思うんですよねそして生活保護の方がお金を使っていろんな体験や感動とか人とのコミュニケーションをもっともっと円滑にする中で 生活保護出身の芸術家とか生活保護出身のアニメーターとか大学教授とか経営者とかどんどん出てくれば誰が悪いんですかね誰が迷惑なんでしょうか少なくとも今のままで生活保護から這い上がることはもう奇跡でもない限りは無理だと思うんですよこれは決して生活保護を受けている方の能力を少なく見積もっているわけではないんですが活動にはやっぱりねある程度の現金が必要なんですよそれから生活保護の人に対するおかしな偏見も ななななくさなければならいないと思いますそのためには生活保護の方がね切り詰めて一万円出れないようなお金の使い方ではなくってやっぱりね私は思うんですけども週に1回社会勉強のために、まあ、飲みに行ってみるとかね居酒屋ちょっとねあの行ってみるとかね自転車買ってみるとかうん,なんか中古の、うんまあ、車を買ってみるとかね軽自動車じゃなくてコンパクトカーとか。 遊園地に行ってみるとかか。いいいじゃないですかそういう体験を重ねる中で生活保護の方もいろんなことに気づいたりとかあやっぱりお金はやっぱり稼いだ方がいいなっていうふうになって頑張って稼ぐ人もいるかもしれませんしなんせ卑屈にならなくて済むんですよそれだけお金があったらじゃないですかねもしかしたら同窓会にも積極的に出るのかもしれませんし昔の人との縁を大切にできるそんな余裕も生まれるかもしれないんですよ私はねだから生活保護費を今のままでいいんだとかね 自分の仕事からもらえる給料が14万20万だから生活保護の人はそれよりも低くあるべきだっていうことこそ、まあ、なんかねものすごくひどい話だと思うんですよそれこそ大吾さんんの発言を批判すする資格はななないいいじゃかなと思うぐらいですねまあでもねうんもう一つねちょっとこうちょっと安心したことがありますこれも前回お話したんですけども大吾さんほどの人でも ここういういとととがあるんんだと思っったらちょっと救われませダイコさん今まで360度パーフェクトな人だったそういうふうに見えたんですよ。とても神々しくってこの人は100年に一度の逸材じゃないかなと思ったんですけどもねでも私たちと同じような弱さを持っていたり、まあ、知識がものすごくあるがゆえに自己肯定感にね入ってしまって発信してはならないような発信を ついしてしまったりくすり滑ってしまったりとかね、うん、あとは悲しい人の気持ちを、うんまあ、掴みかねるところがあったりとか本当に人間らしいじゃないですか、ね、人を傷つけるような発言をしなかった人が誰がいますかいないんじゃないですかねだから、まあ、今回ねあれほどはっきり謝罪したところに追い打ちをかけるようにいまだにね誰が許せみたいなことを言ってる人がいますけどもまあそういう人はもうほっときましょう 一刻も早く誤解があった人、人を傷つけた人ともう一回手を握って新しい社会に共に踏み出していけばいいんじゃないかなと思うんですよ。大悟さんは敵ですかね私は敵にするよりも同志として味方としてね、一緒に問題解決に取り組む。そっちの方が断然いいと思うんですよ。もちろんそれでもね、大悟さんを責めたい人は、 責めればいいと思います。それも仕方がないです。人の感情や判断なんで。まあ私は、直接何かをされたわけではないですし、言ってみれば、他人事といえば他人事なんですよね。まあですんでこんなことは言えるのかもしれませんけども、私の方から、大悟さんに対して、まあそのね、存在を貶めるのことは全く出てこないですね。もちろん、言葉は気をつけないといけないよねって。 そういうい気持ちはありますし、うん、それは我が身に変えても同じようなことがならんなように発信者として用心していこうかと思いますけどね、うんまあ、とにかく DAIGO さんが私たち一般庶民に大きな課題をね身をもって与えてくれたそんなエピソードだったんじゃないかなと思います皆さんはどのように感じたでしょうかそれじゃあ本日は以上ですメッセージありがとうございました